11時ぐらいに帰るし。キャス TV ということで今回から、上野の、街並みを紹介していこうと思います。まあ、そんな感じでね、これがいつも俺らが商売してる上野、よくチェックしてくれ。上野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 で、ここがローリンスタイルス。ここでよくガッツリ買ってくれ。キャッスルキャッスルということで、今回は花火セカンドアルバムファーストレーンのインタビュー、ミクリス、ティーム44ブロックス、スイートマッドネス、こっちはストリートアルバムミクリスのインタビュー、そして俺たちアイスダイナスティ COLD コールドのリリースパーリーアットスーパーフライの模様、そしてお店に来てくれたアーティストのシャウト、豪華4本立てでお送りしたいと思います。お送りしたいと思います。てな感じで、これからもキャスよろしく。キャス TV。 キャスレコー Yeah! キャスレコー、花火セカンドアルバムファーストレーン、これが正真正銘 DTP さん、手に取ってくれ111さん、これでやっと俺も一発屋じゃなく金髪から坊主行くぜ、2発目きっちり聞かすぜ、簡単なようで難しい味のあるフローレペゼンダウンタウンプロ、全国の熱い会場にたまる対抗心、持ったヤバい闘志、そして支えてくれるマイホーミー、共に味わおう日本語ラップの醍醐味。ファーストレーンは単純になんか追い越し車線とか意味 で裏の意味でなんかあの好き勝手な人生らしいですね。もう始まりはもうなんかちょっとダメレコへの反抗、ダメレコへの反抗的なノリもあって、まあもちろん恩返しもあるんですけど、もう今回ダメレコらしくない、一番ダメレコらしくないことをやってやろうと考えて、だからフューチャリングもダメレコからはまあ A ちゃんぐらいで、もう看板背負ってる同世代をちょっと改めてみたいなリードした感じで、そうそう、上のアメ横センタービーさんがキャスレコードで買ってくれた人は、本当ここでしか聞けない特典つけるんで、アルバムに入ってる曲のスペシャルバージョン3曲入り、ぜひここで買ってください、お願いします。キャッスルキャッスル、アメ横センタービル音流れてる3回、キャスレコードキャスレコードキャスレコード、キャスレコード、来たぜ上のキャッスル、俺らが作り出すヒップホップバブル、置いてもらってるぜ、 I'm X-Ray で 81TCGO マキナミビガキャスレコード、 Yeah what's up 遊びに来たぜキャッスル上のビガアイスダイナスティ GO、 置いてもらってるぜタマリバさん、タマリバさん、 Yeah we are M-Mac in the motherfucking building、 Peace out キャッスル TV、 Yeah 超シャドウでキャッスルレコーズ、キャッスル TV、 俺がロイヤリティから T2K、 間違いなく2009年年末アンリリーストファイル09出てるぜ、間違いね、今日はアイスダイナスティのゴールドの発売日で、よちょうどいいんじゃねえかって話だ、Yeah、下町の空気はすげえ落ち着くし俺も大好きだぜ、 Peace No doubt。 Hey what's up party people、 2010年2月中旬日に、俺の SM コズのソロアルバムリリースさせてもらったんで、皆さんぜひチェックしてみてください。俺のマジでヤバいウエストコースタイルを存分味わってちょうだい、 Yeah from SM キャッスル TV、レコードキャスレコードキャスレコードキャスレコード、コミュニティミュージック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 、キャス TV、 俺が MAD ミックス AKA イカレる男、俺のアルバムスティートマッドネスが発売したぜ、よくチェックしてくれ、G44 ブロックス。やっぱストリート CD 出してると思うから、やっぱそれはやっぱあの範囲が決められてると思うんで、それを奪還したかったんで、それでまあ作品集っていうかそういうのをやっぱストリートで出してたし、曲をコンパイルしてで出したんですけど、俺ら千葉県のやつはもう兄弟の茨城のやつもそうだけど、
やっぱ東京にはないスタイルっていうかバイブスを持ってる。俺ら44はまあデリさんも年末で去年の年末に出したし、ヤンボーイの最新の出したし、そして俺も出すして、あの JDA も出すし、して影も新しいアルバム作って、で、まあ俺のセカンドアルバム持って、俺のラップスタイルはジェイソンとかホラーのああいうゾクゾクするく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 る、あ、来たっていう感じに俺は合わせてる。それが俺のアーティストイメージとしてみんなに提示してんだけど、そういうので1枚目はその一番初め生まれを描いたんだけど、とりあえず俺のセカンドアルバム MAD2 はとりあえずそういう風なマット、とりあえず都会に行くっていうイメージで、いろいろ経験して都会に行って、そしてまた巻き起こすっていう、そういうコンセプトだから。千葉系は熱いってことだよ。この間聞いたお前の曲は異性的本質、お前の曲はサビの頃よりマスタイコー、おいとり準備ができてるキッキンさんと雨横センタービル音流れてる3回キャスレコード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 、そんな人生を変えようと苦労してる、俺なりに良くなることを夢見てる、この生活から抜け出す失敗するんだ、必ず聞けるのさ、この中でおまわりが消えるやつどこないんだ、キャスレコードキャスレコードキャスレコードキャスエビバイセイ ICE イエーイ ICE OK 恋のミニスワイブ ICE ダイナスティーライクヒアレッツゴー。お願い言うこと要するにシンプル、よさてら俺は天皇を常にミス、だから現実にブロックにヒッツ、結成同時に合図に誓ってやっと勝率計画がある、終わっちゃねえクーデターくだる東京ゲートボール、未だ俺の繋がれが知る道路と待ち受けるダイナスティー明けるドロー、転転がるシャインストーン We are a famous girl、俺たちに見せなろう、ティラミリお前のマイクバウン、 ICE ダイナスティ今勝てるフラッ、まるで絞りかけるルーツ、神の稽古がバンド現象がアンチョメイド、ブキリングでそびえるマテロさ、全てはヘイトじゃ落ちない生徒、プラスチック大事でマジでのそっただし、キャス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